西明寺本堂鎌倉時代初期側柱を投げしで、固め、下緑を多用した典型的な和洋仏道両前寺公安六年伝統的な和洋を遵守した保守的な建築。例山寺本堂の細部組物は、おだれき付きの二手先とする。頭抜きの木花には大仏様の要素が見られる和洋建築とは、鎌倉時代に中国から伝わった建築様式に対して、 それまで日本で寺院建築に用いられてきた寺院建築の様式を指す。単に和洋とも呼ばれた場合には和洋建築のことを指す場合もある。もともと寺院建築の様式は中国から伝わってきたものであるが平安時代の国風文化の時代に日本人好みに洗練されていった。大寺院では規模の大きな仏像もあるが住宅風に柱を細く天井を低めにした。 穏やかな空間の仏像も作られた。鎌倉時代に中国から新たな様式が伝わってくると、従来の様式との違いが意識されるようになり、やがて和洋という言葉が生まれた。中世においては、禅宗寺院では禅宗様、密教寺院には和洋と宗派と建築様式の区分もあったが、近世に入ると様式の折衷化が進み、 密教寺院に一部禅宗様の要素が取り入れられることもあった。ありがとうございます。